はい、それでは室町時代の3つ目守護の権限拡大についいいいててやっていきたいと思います、えっと、時代はね南北朝の動乱の時代だから全国で戦いがねもういろんなところで行われている時代です。であの戦いが行われているってことは、まあ、できれば味方を増やしたいじゃないですか。で室町幕府は主語を使うんだよね。 守護の仕事あの室町幕府はね鎌倉幕府と同じように主語を全国に置いていましたけどもその主護の仕事ってもともとはあのその任命された国の中の武士を統率すること率いることが仕事なのね。ということはだからそれが仕事なんだったらその率いている武士を味方にしてくれればいいんじゃないかそうした見味方が増えるじゃないか。ということは主護の力を強くして味方を増やしてもらおうって考えるの。 もう一つはあの地方の武士が敵として暴れてる場合ね,ね鎮圧しなきゃいけないだから地方の武士だから守護に鎮圧させた方が早いんだよねだからあのそういう敵の武士を鎮圧するために守護の力を強くした方がいいんじゃないかっていうふうなあの必要性が出てくるので、ね、それで、えー、と室町幕府は守護の権限を拡大していきます。で鎌倉時代のの守護の仕事は3つありました覚えてるでしょうか 大盤催促と無本人の逮捕殺害人の逮捕3つまとめて大三か条っていう,ふうに言えますこれしかなかった仕事がねで室町時代にはこの大盤三加条に加えて新しい権限が2つ加わりますそれから、えー、と経済力ねお金を増やすようなあの政策が政策や法令ねがあの2つ登場します順番に見ていきたいと思います。室町時代のまず新しい権限 1>, 2つあります1つが、えっと、借りたろうぜきの取り締まりの権限そしてもう1つが施設巡業っていう権限、えっと、1つずつ見ていくと借りたろうぜきっていうのはあの所有権をめぐって争っている土地田んぼがあったとしてで俺の土地だって主張したいからあのそこから、ね、生えてる稲をね勝手にね刈り取っちゃうわけよ。ね、で刈り取って自分のものにしちゃうと。これ俺の土地なんだだから別にいいだろうって ね、それを借りた蝋石っていうふうに言います。まだほら、どっちの土地が決まってないからダメだよっていうことね。で、それを取り締まる権限のことを、えー、を主語に認めました。だから借りた蝋石を認めさせたわけじゃなくて、借りた蝋石を取り締まる権限ね。権断とも言いますけども、取り締まる権限を主語に与えたっていうことね。主語はすごい怖い存在になるんだよね。現地では。それから施設巡業っていうのは。 幕府の判決を現地で守らせるだから土地をめぐる争いなんかで幕府が裁判所でこう文柱上でね、えっと、判決を出すでしょその判決を現地に行って対立する二人の人たちに守らせる、ね、言うこと聞かない人たちもいるんだけどそれを主語がしっかり守らせる権限これを「施設巡業」っていうふうに言います。 だからあの幕府の決定を守護が行うってことだからもう地方の人たちからしたらもう幕府イコール守護みたいなねあの感じになっていってしまうということは守護の権限が現地でものすごく拡大するっていうことなんでねすごくあの守護が脅威になっていくわけ現地の人からしたらね力が強まっていきますそれから経済力を拡大する政策が2つ1つ目は「反税令」っていう法令が出されますこれは えっと、まあその任命された国の中にある荘園ねその荘園から取れるお米のもともとはちゃんと荘園領主に納めなきゃいけないんだけどそのうちの半分を主語が自分のものにしていいよ、ね、荘園でも香領もそうなんだけど年貢の半分を主語が自分のものにしていいよっていう法令が税令これはね1352年に、えっと、近江と美濃と尾張この3つ限定で1年限りで出されています。 えっと、資料を見た方がね早いので、資料を見ましょう。えっと、これ半税例の資料。出典は兼務以来追加って言って、室町幕府の法令は兼務以来追加です。ね、あの、御成敗式目プラスの法令が兼務以来追加に書かれていますが。えっと、ここのね、あの。ここ、本所領って書いてあるでしょ。この本所領っていうのは荘園領主の土地。っていうことね、荘園っていうこと。ね、その半分を。 兵糧領所とする兵書っていうのはこれは、えー、と軍事費を徴収できる場所、ね、あの戦いはするから戦いのための軍事費が必要でしょその,あの軍事費を徴収できる場所としますよだから荘園の半分を兵糧領所としてそこから取れる年貢を半分ね主語、えー、は自分のものにしていいですよっていう法令これが「半税令」です。 でこの判税例っていうのはあのこの資料で出てくる判税例はね「観能の判税例」っていって官能の上乱の最中に出されてるのね。でポイントはあの年貢の半分を1年限定で出すっていうこと。ね、で近江と美濃と尾張三か国ねなぜか知らないけど美濃が一番聞かれるんですけどもなん、ね、でこんなこと言ってるかというともう一つ大安の判税例っていうのがしばらくしてから出されます。三大将軍足利義満の時 この「大湾の半税令」では資料はあんまり聞かれないんだけど下地の半分土地の半分ね土地の半分をこれはもう1年限定じゃなくて永続的に永久にそして全国で三か国に限らない全国で集めることができるよ。主語が自分の,あのだから尾張の主語だろうが美濃の主語だろうが駿河の主語だろうがね武蔵の主語だろうがどこでも半分。 集めることができるよっていうのが大安の半税令ね。しかもこれ土地なんです。官能の半税令最初に出された半税令は年貢の半分なんです。ここ間違えないようによくねあの入れ替えとかされたりしますから気をつけてください。最初に出された半税令は年貢の半分ね。ね大安の半税令は土地の半分ね。鎌倉時代の下地中分は土地を半分にする下地の半分にするっていうことだからね区別してほしいと思います。 で戻りますもう一つが守護受けっていうのはあの鎌倉時代にあった地頭受けと同じで荘園領主に一定の年貢を納めれば後の荘園の支配はもう守護が好きにやっていいよっていう制度ね。ねだから荘園領主から支配権をもらうんだよね。 年貢を一定額納めればあのその土地を支配していいですよ主語がね支配していいですよっていうのが主語受けだからあの鎌倉時代は持統がこれであの土地の支配を強めていったんだけどこれが守護に室町時代はなりますから、ね、あの室町時代にはは、ね、いいうのは、ね、消滅していくんですよ持統、ね、が自分の,、ね、あの領地なんかで力を強めていく存在になってこれはまあ後でやります。 はい、で、まあとにかく守護受けだったのが地頭受け、ああ地頭受けだったのが室町時代には守護受けになって、守護が力を強めていくよっていうことです。この二つで何ができるかというと、まず。えっと、経済力が拡大するでしょう。あのう、荘の年貢の半分がポケットマネーになるわけだから、もうすごい経済力拡大する、ね。で、その集めたお米を領内にいる、あの地頭。だった武士たちにあげるわけよ。 渡して彼らを家来にしていくっていうことね。自分の人、国の物資たちを家来にしていくことができるね。ということで、あの支配力をすごく強めていくんです。で、こういうふうにして、あの権限が拡大していくんだけども。もうそうすると主語がね。任された国はもうまるまる主語がね。直接自分で支配するような状態になってきているね。 だから、国司とか荘園領主とかもう手も手を出せないようなあの状態。になっていきます。ということで、守護がね、もうその自分の国のようにね。あの任命された国を支配するようになるんですよ。ね、こういうふうに力を強めていった守護のことを守護大名。って言います。そして守護が任命された国を自分の国のように支配している状態のことを守護領国制っていうふうに。 だから税の徴収とか兵のね集めたりっていうのも,もう守護の思いのままね大名というのは広い土地を支配するものっていう意味だからね守護が自分の国をねあの一刻まる支配する状態になっているっていうことです。いいかなはいでえっとちょっと プリントはす少し飛ぶんですけども、も室町幕府のあの政治組織については。あの、もう書いてある、ここに書いてあるものをしっかりとね、あの覚えてほしいなと思います。まんどころがね、あの、ちょっと仕事内容が鎌倉時代と違うから、注意してほしいかなっていうくらいですね。ね、ポイントだけ、言っていきます。まず、将軍の補佐をするのは、官例です。慣例。ね。で、この官例は、三官例って言って、官例に任命される。 家が三つあるんです。鎌倉時代は北条氏が独占してたんだけど、室町時代は三つの家が交代で就任します。だからあの基本的に将軍よりも強くなることはあんまり最初はなかったんですね。その三関令っていうのがえっと細川氏、柴氏、畠山氏っこの三氏ね。この三つの家が交代で関連に任命されます。三関令って言います。 それから侍所の,の長官、諸氏って言いますが、これは、四識って言って。四つの家が交代で担当します。ね、京極、山名、赤松、一色、この四つね。ね、京都の山は赤一色だっていうふうに、覚えるんだよね。ね。まあ、ポイントはここくらいかな、中央の組織は。ね、地方の組織は鎌倉府っていうのが。 一番重要で関東の統治を行います関東の10か国を統治していますが、えっと、その鎌倉府っていうのはもうミニ幕府で幕府とねあのほぼ同じ組織なんですよで将軍がいるの将軍は鎌倉公方っていいます公方は将軍っていう意味、ね、鎌倉府の長官です。で代々ね足利元氏っていう尊氏の子供ねの子孫が就任して えー、鎌倉久保になっていきます。だから侍所とか、満所とか、門中所も一応あるんだよね。ミニ幕府だから。ね、で、将軍を補佐する官例もちゃんといるのね。これ関東官例って言います。これは鎌倉久保の補佐をします。代々これはね、上杉氏が世襲しています。まあこれ、この鎌倉府はね、後でもまた出てくるから、押さえといた方がいいね。ね。 このくらいかなあとは九州短大っていうのが九州に置かれますがこれは鎌倉時代は鎮西短大ねえっと、剣武の申請の時は清々将軍とか言って名前が変わってるから他と区別できるようにしてほしいっていうとこです。で、えっと、大事なのはあの守護の力をさっき強くしたんだけども守護の力を強くしすぎちゃってあのちょっと強くなりすぎちゃった守護がいるのね力が。ね。 あの鎮圧されて淘汰されていきます。滅ぼされていくのね。で、それを将軍ごとにやっぱり押さえてほしいんですね。で、ここで一応足利室町将軍と政作事件について一応まとめていきます。これ勝取にも載っているので、しっかり見てほしいんだけども。ね、将軍の名前と何代将軍か、それからその時に行われた出来事をしっかりと区別できるようにしておきましょう。はい、まず三代将軍足利義満の時。 まず最初ね慣例は細川頼之っていう人があの補佐していますこれは義満が将軍に就任したのが10歳ぐらいだったから、ね、もう細川頼之の補佐なしじゃできないような状態だったからねあの彼が補佐していきます、まあ、成人した後はあのは普通に義満が政治でやっていきます普通の政策としては、まあ、これらはやっていますね花の御所っていうのは室町っていうところに作った将軍のまあ政治やるところねであとはまあおいおい 見ていくとして、えっと、力が強くなりすぎた守護を倒した事件。二つあります。これはもう将軍と必ず一致させてほしいです。一つ目、千三百九十一年、明徳の乱っていうのを起こします。えっと、山名氏清っていう人がいました。この人は六、ね、分の一のって言って。あの、日本全国六十六か国、国があるんだけど、そのうちね、十一か国の守護を。兼任していたので。 6分の1ね日本のだから6分の1殿って呼ばれてるんだけど山内義雄が討伐されれた事件ですこれ明徳の乱、ね、そしてもう一つが大永の乱これは大内義弘っていうこれはね、えっと、山口県今の、ね、辺りの守護、ね、堺とかもあの近畿でもね守護をやったんだけどその守護を討伐した事件ですもう一つね時安行の乱っていうのもあるんだけどこれはまあねあの名前だけ覚えててくれればいいと思います。プリントを見てください で、えっと、4代将軍足利義持の時これもね2つ2つあります2つちょっとイレギュラーなんだけどあのね応援の乱って実はね将軍は足利義持の時なんですよ。足利義満が引退して義持が将軍なの。でも実質的には義満が政治をもう握っているところだったからあの。 吉光が吉大内義弘を倒したって覚えてくれればいいんだけど、将軍自体は吉吉持の息子のね吉持の子だからこれ注意してくださいっていうところです。はい。そしてもう一つえっと日米貿易の話はまたあの貿易のところでやりますがえっと事件ね上杉善州 っていう人がいます。この人は上杉って書いてあるけど、さっき出てきた関東関連のこと、関東関連をもうあの一回やめちゃったんだけど、その人が反乱を起こして討伐されたよっていう事件がこれが足利義持の時ね、四代将軍です。はい。それからえっと六代将軍は足利義継っていうふうに言います。えっとこの人も貿易についていろいろやってるんだけど、あの貿易でまとめてみましょう。えっと事件はまず一つ目鎌倉公房が 足利持氏が鎌倉公方だったんだけどこの人がねあの足利義対ってのはくじ引きで将軍になったんだけどあの持氏はくじ引きできん本当だったら俺も将軍になる権利があったはずなのにって不満を持って義時と対立してるのねそれで反乱を起こしたのが影響の乱、ね、義時対持氏っていうことねこれも鎮圧されてしまいます。 そして1441年に「嘉吉の乱」っていうのが起こりますがこれは播磨、えっと、の守護大名赤松義助っていうのが、えっと、将軍をね自分の屋敷にこう呼んで、えっと、殺しちゃう事件。だからあの将軍自体が殺されちゃった事件だよっていうことでこれはすごく重要な事件足利義教としっかりと結びつけておいてほしいことですね。はい えっと。ちなみにこの赤松光助自体はあの幕府の山の餅人よっていう人たちに討伐されています。はい、とにかく事件と将軍しっかりと一致させるようにしてほしいと思います。で、足利義政の時はこれまた後でまとめてみますけども、えっと応仁の乱が起こっています。応仁の乱はちょっと複雑なので、あの詳しく今度見ていきたいと。 とにかくですね3代4代6代8代と将軍はあの台数で覚えておいてほしくてあとはあのそれぞれが力を持った守護大名とか、えっと、鎌倉公坊とかね、えっと、そういったところをどん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 倒していった事件がありますから将軍の名前としっかり一致させるようにしてください。ね、特に義満が起こした明徳の乱応援の乱ね倒された人。 それから足利義教の「影響の乱」は鎌倉久保足利持ち主「きつの乱」「きつの変」は赤松光助によって殺されてしまった将軍がっていうね事件の内容までしっかりと押さえておくようにしましょう。では今回はこれで以上です。本日もごご視聴ありがとうございました